いろいろな容量のメスフラスコメスフラスコ内し、全量フラスコとは分析科学の分野で資料や溶液を一定量まで希釈するのに用いる実験ガラス器具の一種である。メスフラスコはガラス内視はプラスチックで作られ胴体部の平底の球体と長い首の部分から構成されており首の開口部は線で封ができるようになっている。線は 本体とすり合わせでできているガラス製か、プラスチック製である。首部分には、すり加工による推移を示す一つの輪が付けられている。氷線は、規定体積を示し、その他には、許容誤差や製造メーカー、検定を受けたものは、構成温度、精度等級、検定検威などがラベルされている。普通は、無色透明のガラスもしくはプラスチックで作られるが、小三銀や、 ビタミン A など遮光が必要な物質を操作するために褐色透明の素材で作られるものもある。メスフラスコは規定溶液を調整するのに用いられる。典型的な操作法の例として1、N 塩化ナトリウム溶液の調整を例に示す。規定体積 1000ml のメスフラスコに1モルの塩化ナトリウムを投入し、 塩化ナトリウムを測った容器の洗い込みを含めて、およそ8 0 0トルの生成水をメスフラスコに一旦入れる。口に栓をして、メスフラスコを緩やかに振り動かして、完全に結晶を溶解し、均一化させるとともに、適に整地して、溶液を室温に潤化させる。その後に生成水を加え、液の目に透かす仮面が氷船の上炎に達するまで追加する。 メニスカスの観測は主部に黒色背景を置き、メニスカス仮面を氷線上円を一致させる。濃い溶液から規定溶液を作る場合、濃い溶液 500ml に生成水 500ml を加えても 1000ml にならないことに留意すべきでエタノールと水が良い例であるが、溶液を合わせて均一化すると体積が変化することがある。このような場合は、 メニスカスの金棒では、水の追加と浸透による、均一化を繰り返して徐々に氷船に合わせ込むようにする。メスフラスコのようなトモセンフラスコは、バカラクリスタルなどのような装飾クリスタルデキャンタよりは、簡素な形式のワイン、ブランデーや、モルトウイスキーのようなアルコール飲料のデキャンタとしても、使用されてきた。栓をすることで、封をしてあるのとほぼ同等に蒸発による原料を、 防止する。タコ糸で線を祝いつけたメスフラスコメスフラスコには線がついている。この線をしたまま棚にしまってしまうと線が本体に固着してしまうため棚にしまう際は薬法紙を挟んだり、線を外した上でしまう必要がある。しかし薬法紙をいちいち挟むのは手間がかかり、またメスフラスコは 用事必ず線を使用するものなので、本体と線を別々にしまうのは、効率が悪い。そこで、本体と線をタコ糸で誘わえつけて、線を外した状態で一緒に棚にしまえるようにする、方法がある。まず最初に、次のものを用意する。線にタコ糸を2周回し、肩結びで結びつける。線から5センチメートルほど確保した上で、メスフラスコ本体の首にタコ糸に周回し、 肩結びで結びつけ、余ったタコ糸を切り取る。メスフラスコは加熱してはいけない。加熱膨張と冷却収縮に伴ってガラスに歪みが生じるために保障されている検定交差から逸脱してしまう可能性がある。溶質を加熱溶解しなくてはならない時は別の容器で加熱溶解させた後、室温まで冷却してからメスフラスコに移すようにする。 洗浄は通常、洗浄剤に紳士水だと、蒸流水などでリンスし、逆向けにぶら下げて、自然乾燥させる。ブラシなどを入れ、こすって洗浄することは内壁に傷をつけ、溶石変化の原因となるため近畿である。全量フラスコには、大別して二つの異なる等級が存在し、許容誤差が異なる。高規格は、表が正確で、許容誤差が狭く、 トレーサビリティのためにシリアル番号が打たれている。誤差がある程度あっても構わない場合は、低規格が使われ、定性分析や教育現場などで使用される。表示された容量は、摂氏20度で検定された結果であるが、容器の体積膨張率は、室温付近では10から5、軽程度であるから室温付近での軽量では無視して、良い。厳密な工程分析などにおいては、 検定表を参照してその容量を補正する。この際は使用する溶媒の膨張率等も考慮しなければならない。ホールピペットの表示量がガラス表面に付着した濡れを含まない自然流下した液体の体積を表す必要であるのに対しメスフラスコの体積の表示量はガラス表面に付着した濡れを含む需要である。そのため 一定量の体積の液体を計量するためのものではなく、低用に用いられる。必要のメスフラスコも特注品などで存在はするが、その精度は需要に比べて半分程度を取るため、あまり使用されない。ありがとうございます。